なんか来た。なんか友達が来た。シェフ来ちゃった。はいどうも皆さんこんにちは、こんばんは。トニーとジャイのトニーです。今回はですね、世界中で大流行中のオンラインゲームロブロックスをやっていこうと思います。これね、どんなゲームかというとですね、ユーザーが作ったゲームで遊ぶこともできるし、僕たちがね、自分たちがねゲームを作ることもできるんですね。でそのね、ユーザーが作ったゲームの数なんと5000万以上ということでね、そう、様々なジャンルのゲームがね準備されてるらしいです。あ、こちらね無料なんですね。例えばどんなジャンルがあるかっていうとですね、まあロールプレイングゲームはあるし、格闘ゲームはあるし、あとね軽泥とかね、そう、鬼ごっこだとかね、そういうゲームもね、こうみんなとこう楽しむことができると。はい、で僕は PC でやってますが、モバイルでもこれできますね。スマホとかですね、はい、スマホとかでもこれできるようになってますね。ということでね、まあいろんなゲームがあるということで、まあ僕もちょっとやってみたんですが、あのね、これ見っけたんですよね。リトルナイトメアのね世界を作ってる人いました。はい、ということでね、このロブロックスで作られたねリトルナイトメアの世界をね見ていこうかなと思います。レッツゴーだ。でオンラインなんでいろんな方がね、出てくると思うけど、はい、ということでやってきましたね。あー、これ立ってんのは私です。はい、トニーです。誰かいないかな。こうちょっとチャットとかしたいんだけどな。あ、いるね。4名いるのかな。あ、元になった。RB で、はいはい、切り替えることができると。なるほどね。あ、これシェフがあれだね。え、ちょ、な、何今の。え、これ何、チョップしてる？チョップと思った。え、チョップしてたから登れんじゃね。とにかくだ、ステージに。何あなた。え、シェフにも変身できるの？これもしかして。何、もう何これもう。わけわからん。あ、シェフになったわ。ちょっと待って。なったはいいけど、前見えねえ。そしてだな、ウェルカムトゥーザキッチン。はいはい。この先か？エンターザキッチン。あ、こっちね。ここ行ったら、あ、キッチンに来た？バックトゥーザ、もう、あ、もうに行くの？制作者が作った違うステージに行くのかな、これ。これって、なんかこう、一人称とか。あ、一人称できんじゃん。一人称モードできますね。あ、はあはあ、ここあれだね。このシーンがあるところだ。初めて会うところだ。あ、エレベーターもちゃんとあんじゃん。これなんか持てるの？つかめないか。ん？あ、なんか来た。なんか友達が来た。何？これスイッチ押せる？これマウスでポチとかできない？あ、できんじゃん、マウスで。登れんじゃん。しかもいっぱい、ちょっと待って、なんか来てたな。あ、ノームがいる。ノームがいる。あー、こんにちはって打ちたいけどな。ちょっと一旦チャットしてみるか。ハロー、ハローっていうか。はい。あー、そっち行くの？ちょっと私はね、こっち見に行きたいからな。あ、ここ切ってたところじゃん。すごいな。すごいすごい。あ、ちゃんと中入れるんだ。シェフ来ちゃった。やべ、シェフ。やべ。シェフ攻撃してないそれ。え、これ何？え、これは？え、ユーザーだよね？ CPU いないよね、こんなところに。ややこしいな。攻撃できんのそれ。いいな、攻撃したいな。あ、面白い。すごいな、再現度高くないこれ。あ、奥の目もあるじゃん、ちゃんと。面白いな。まあ、こんな感じでね、そう、自分が思うようなステージ作れると。あ、すげえ、上にも行けんじゃないこれ。無理か。え、いけんじゃん。え、上登れた。すげえ、すごいね。ちゃんとあるもんな、こんなシーン。上登れる？ちゃんとある？上。あ、自然と上に行くようになってんのか、すげえな。待って、あ、入れた。頭引っかかってたな。すごいすごい。あ、こっち絵が飾られてる。うわ、すごいな。ここにシェフいるかな。誰かエレベーター乗ってんな。シェフいないね。これ電気つけれない？
鍵はある。あ、鍵あんじゃん。え、鍵ある鍵。上登れる？さすがに登れないか。ここは登れんな。こっからジャンプしていけない、あっち。よっ。いた！え、これ。え、え、し、え、死んだぞ。死ぬのこれ。嘘。友達を参加。あ、へえ、招待することできんだ。なるほどね。一緒にオンラインでみんなと遊べるってことだ。いいじゃない。ノームどこ行った？シェフは？は、は、ここか。ここだね。あれだ、上で肉落としてきて、ひき肉、ひき肉じゃないわ。ここでソーセージな。これ、持てない。ソーセージを上からブラーンってさせて、向こう側に行くシーンのところだな。これ、もしかして。オンライン用に2つ作られてる。いいねこれ。あ、上にいた。今動いてんね。あ、着いた着いた。おお、すごい。すごいな。へえ、たまらんなこれ。リトルナイトメアファンにはちょっとたまらんわこれ。おもろいわ。つかめる？あ、無理。いた。あ、そうか、これ落下車あるから気をつけないと。こっち行ったらもう次行っちゃうかな。あ、あ、あー、ここか。これあれだね、チーズを取りに来るんだよね、シェフが、ここを。この状態で上からシェフ来たら面白いな。面白。これダストボックスじゃね？え、大丈夫？これ落ちて。あ、落ちちゃった。滑って落ちた。はあ、はあ、あ、こっちな、こっちな。はい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 。あ、ここか。いやー、すごいな。再現度高っ。あはは、繋がってるな。落ちなくてもよかった、わざわざ。いや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 、ちょっとシェフいないかな。来てくれないかな、シェフ。これ何？これ触れるかい？そのレバー触れない？無理？それは無理か。このまま痛い痛い。いや、ちょっと、たまに引っかかるな。はいはいはい。こっちに来てだな。痛い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 。行く。ちょ、待って、刺さった。刺さったっちゅうに、もう何？止まってる。あ、何何何？えー、面白い。リトルナイトメア愛を感じた、今の。フロアとフロアの間にテレビがある部屋飾られてたね。すごいね。あ、死ぬんじゃない。はい、ということでね、今回はちょっとお試し的な感じでね、やりましたけども、かなり面白そうですね。はい、まあ、こういう感じでね、遊ぶこともできますし、あとはあの軽泥だったりね、まあいろいろできそうなんで、これからもね、なんか楽しめそうですね。はい、ということで今回はこの辺で終わりたいと思います。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。もしこの動画が楽しいと感じたら、高評価ボタンの方とチャンネル登録の方をしていただけると励みになります。それではトニーでした。またねー。